日のよろっこ。よしこチャンネルをご覧の皆様、いつも焼きサバ高菜をご購入いただきありがとうございます。はるかもぜひよろしくお願いします。レイボールよろっこ。これ来ますね、うん、誰がどう返すじゃなくてですね、うん、うん、いや足だけでいったら上から通り、そうそう、多い人たちを並べずに並べたら急にそう守備でね。そうですね。まずあの福本さんやろ。福本さんです。柴田さんやろ。柴田さん。一郎選手やろ。はい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 。そうやろ。そうですね。だからこの外野3人やろ。はい、外野3人も決定ですよ。そうやろ。これで、それで盗塁いったら誰が多い？高木森美智さん。はい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 。ね、はい、これセカンド来たよね。来ましたね。369盗塁。はい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 。で、やっぱりここで出てくるのは吉彦さんですよ。470。監督やん。ああ、まあ、監督権で走っときましょう。いやいや、代打俺。ああ、代打。あ、ショート広瀬さんがいますね。あ、広瀬さんね。590。うん、広瀬さん。ね。ガラッと変わるもんな。変わりますよ。ほんとこれ赤星選手も入ってくるやろ。あ、早かったって言ってましたよね。金山二郎さん。金山二郎さんね。うん、これ野村健二郎も入ってくる。250ね。うん、でメグは尾形は268やもんな。うん、何もせんでいい。何もせんでいいですよ。あ、現役で言ったらロッテのあの荻野君が。荻野ね。はい、怪我さえなければ持って行ってたでしょうね。行ってたね、うん、これこうやって見たらすごいな、メンバーで。ここでだったら高木豊さんが来ますよ。来るね。321通り、うん、豊も来るね。高木もそうでしょ。こうやって見たらさ、一番バッターすごいな。すごいですよ。で、ハチもさ、石毛も1833やん、うん、ヒロミもさ、松永も1904やん。そうですよ。宮本慎也もいるやん。ああ。一番で守備の人ですね。こう見たら すごくね。すごいっすよ。すごいメンバーね。一番バッター経験者って。すごいです。強いですよ、うん、小坂まこっちゃんがいますよ、うん、そうだろ、はあ、守備要員。守備要員すごいな。安打数で選んでったら柴田さん、イチロー選手、イチロー、うん、2000分打ってるのは青木、福本さんが打ってますね。福本さん、青木選手、栗山、ね、鳥谷選手、鳥谷選手、2000本安打打ってるったら、あとは立浪監督ですね、うん、立浪監督やろ。福留さんですね、うん、いっぱいいますよ。野村健次郎ね。はい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 。藤田平さん、藤田平さん、高木森光さん、はい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 、稲葉さん、ほんで荒木、田中幸雄さん、まあなんか3番ってイメージですけど、山崎さん、おお、そうですね。1番バッターの2000本安打以上すごいっすよ。松井和夫くん、お、宮本慎也さんも打ってますね。これどういうチームやろ。すごいチームになりますよ。石井拓郎さん、どういうチームになるやろね。とんでもないですよ。うん、とんでもないチームやね。走れてもう、うん、これはものすごく強いかもしれないですよ。サインいらんよね。いらんでしょ、うん、もう行きたい時行ってくれでしょ、うん、どうぞピッチャーとキャッチャーどうするやろ。嫌でしょうね。見てみたいは見てみたいですね。見てみたいね。ねえ、うん、子供たちが憧れますよ。バンバン走られたら、うん、走ってたらですね。ランナー1出たら入ってはい、内野安打ですね。はい、ゲッツーなしなしですね。でもこうやって見たらすごいね。すごいですよ、一番打ってる選手って。うん、でも面白いよね。4番だけで選んでみたらどうなるかって、野球になるかどうかね、このパターン。そうですね、うん、メンバーがメンバーだったら野球になるかもしれない。まあまあ確かに確かに、うん、ピッチャー次第ですね。で、4番バッターさ、歴代の4番バッターってで、こう今現在のスモールベースボールなんだっけ、何でかいホームランバッター集めた時あったやん、はいはい、巨人が、はいはい、ビッグバン出せんじゃなくて、何でしたっけ、スモールじゃなくて、あーホームラン、うん、
4番ばっかし集めた。そうですね。なんか言われてましたよね、うん、当時ね。もうでも歴代の4番を集めたら多分1番バッター対決と4番バッター対決どうなるやろ。どうなりますかね。1番バッターがコツコツ取っても、うん、一発でドーン、一発でドーンって。確かにですね。歴代の4番よ。歴代の王さんから始まりの落合さんとかでしょ。そう、清原さんとか、うん、わあすごいですね。これヒット打つからね。打ちますよね。アベレージ高いですもんね、うん、走ることがなくてもですね。で村上選手やろ。ああ、そうだよ。すごいですよ、すごい。それも面白いですね。どっちが勝てるやろ。どっちでしょうか。掛布さんとか。そうやろ、はい、これは面白いかも。あのさ、テレビゲームでさ、うん、その当時のね、うん、入れてやる、面白いっしょね。歴代の4番ね、はいはいはい、歴代の1番。あ、やってみたいですね、うん、そういうのね。で、ピッチャーは歴代の、うん、エースたち。エースたち、はいはいはい、ピタッとおさらいでした。やっぱしピッチャー勝って両方とも、ね、両方ともピタッとおさらえて、やっぱしピッチャーって。こうやって見たらすごいな、うんうん、野球ってすごいっす。でこのメンツに近いのメンツが今回の WBC やったね。そうですね、うん、すごい素晴らしいですね。高木室美さんバックハンドね。あ、すごい肩強いからね。あ、そうそう、室美さん一緒に守ったけどオールスターで。うーん、夢やね。夢ですね。なんかゲームでやってみたいね。やってみたいですね。ゲームで本当やってみたい、うん、やり方教えてくださいみたいな。ほんと、うん、流しときたい。完成した。でもほんとそうやな。ぜひいつかやってみたいですね、そういう形でね。でも考えてみたら、歴代見て柴田さん、福本さん見てきたろ、うん、伊藤見て一郎、この五っていう人は見てない、うん、松本さん、青木、長野、陽大が、まあと、よう見てきてるわ、こうやって。年老いよな、俺、うん、年寄りよ。いやいや、それみんな見てますよ。見てない人間は。柴田さんとか福本さんか。見てるよ。あ、吉子さん見てますよね。そう、俺が見た選手。見てない選手は、ね、いますか。だから、はい、広瀬さんとかさ。ああ、はいはいはい、うん、ゴっていう人ね、うんうん、金山さんは見てるんですか。金山さんも見てない。人間は知ってるけど、はいはい、広瀬さんも金山さんも知ってるけど、はいはいはい、金山二郎さん、はいはいはい、見てない人は少ないの。うんうん、年寄りやろ。どんな年から野球やってるんや俺。もうやろ。だって王さんと一緒にやってますから。やってるから ね。長嶋さんはやってないよ。ですよね。やめた次の年入ったから、はい、考えたらこれみんな知ってるの。すげえ年寄りやね。まあどういう、まあ66ですからね。そうね、うん、まあ、ちょっと忘れてますけどね。プロ野球18から入ってるからね。そうでしょ。48年間。うん、そうでしょ。おおむね半世紀や。いや、面白いね、こうやって見たらね。いや、面白いですね、うん、まあ、そんな感じです。なんかね、あのファンの人もさ、うん、私だったらこうするとかね。ああ、いろいろ欲しいですね、うん、なんかね。一番バッターね、うん、俺、目からこう抜けてるとこあるからね。うん、うん、ぜひぜひまた教えてください、うん、ということで。面白いわ、はい、はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。吉尾300走ってるね。走ってますよ。胸輪でも279走ってるんですね。すごいね、うん、すごいな。いや、本当ですね。本当面白いかって見たら中さんね。知ってます、うん、中日の監督やった一時期。へぇ、秋山も入ってるでしょ。おい、そうそうそうね。秋山翔吾か。まあ福本さんは抜きとして、やっぱり強烈な人って誰ですか。やっぱ吉子さんにとって強烈。うわ、マジこれちょっとすごかみたいな。やっぱ強烈は福本さんだな。そこは抜けん。足 24.5 ですよ。本当そうなんですか。ちっちゃいですよ。もう小さい。ものすごいちっちゃいですよ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではゲームセット。次回もよろしく。